Spinner J-Wave Innovation World Podcast Life Update。 真鍋ライトがナビゲートしています。イノベーションワールドエラー、今回お話しするのはクリプトアートについてです。今夜は超スペシャルゲストを2人お呼びしています。はい、自己紹介お願いしてもいいでしょうか。ありがとうございます。藤本舞と言います。2011年に初めてビットコインを受け取った時から、はい、ビットコインやブロックチェーンの普及活動などをやってきました。はい、長い間このような活動をしているので、うん、ミスビットコインと呼ばれています。で、現在のキズナという仮想通貨ブロックチェーンのチャリティーを推進する活動や、はい、ブロックチェーン業界に特化した人材紹介会社ウィズビーの設立で、また、GMO インターネットさんはじめ国内外のブロックチェーン企業の顧問などをさせていただいています。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、キズナとブロックチェーンプロシードのあやとです。自分はもともとメディアアーティストと広告業界のバックグラウンドを経てブロックチェーン業界に入ったので、こういった異なる業界の橋渡しとの活動を中心に行っています。キズナではバイナンスという取引所を運営しているバイナンスチャリティーファンデーションといったところものと、あとエンジンとの NFT チャリティーキャンペーンなどを推進しています。はい、よろしくお願いします。お願いします、はい、お二人はキズナとかで今どのような活動を具体的にされてるんですか？まさにですね、キズナでは仮想通貨ブロックチェーンの特性を生かして、うん、チャリティーを行う活動をしているんですけれども、はい、去年コロナ禍だったので、その中で世界最大級の仮想通貨取引所のバイナンスが運営しているバイナンスチャリティー財団と一緒に仮想通貨で寄付を募って、はい、約800万円ぐらいの寄付が集まったんですが、それ日本の医療従事者の方に、寄付させていただいたりですとか、はい、それこそはトピックになるクリプトアートというか、うん、NFT の文脈で、はい、その NFT でチャリティーを行うっていうのをエンジンというブロックチェーン企業と一緒に、うん、NFT チャリティー企画を現在走らせたり、そういった活動をキズナではしています。なるほど、はい、周りにそういうことやってる人本当に日本だとね全然いないので、こういう方たちに直接お話を聞ける機会っていうのはねめちゃくちゃレアなので、もうズバリいろいろ聞いてってしまうと思うんですけど、そのクリプトアートに最初に興味を持ったきっかけとか、その NFT とかっていうののお話をちょっと聞かせていただいてもいいですか？そうですね、自分の場合は、うん、最初の場合クリプトアートの前にブロックチェーンゲームの方からでしたね。はい、特に2018年頃に NFT を活用したブロックチェーンゲームが入り始めたので、はい、で、その流れを追っていくうちにNFT 自体にすごい興味を持ったんですけれど、はい、ちょうどですね2019年ぐらいから、はい、オープンシーという世界一の NFT を取り扱う取引所で、うん、初めてNFT アートっていうカテゴリーが出てきたんですよ。で、そこで最初の頃は、なんだろうこのよくわかんない GIF アニメーションを持っていたので、はい、これだけでは価値はそんな上がんないのかなと思っていたんですけど、うん、気づいたらすごい勢い伸びていったので、うん、これは何が起きてるんだろうっていうことで、ちょっと興味持った感じですね。いや、僕もまさにコピーもね簡単に例えばスクリーンキャプチャーをしたりとか、そのファイルをなんかダウンロードできるようなものって、ね、簡単に、複製できるから価値がそんなに出ていかないんじゃないかなと思って、そのさっきおっしゃってたみたいなそのジフアニって、ね、下手するとなんか誰でも作れるような画像とかがすごい値段で取引されてたりして、うん、結構驚いたんですけど。ですよね、あれは、うん、いやこれがこんなに10万円とか100万円とかみたいな、今でもちょっとピンときてないところも実はあって、半信半疑で眺めているところもあるんですけど、でもやっぱ実態というか実際にそういうことがもう起きていて、お金も動いているので衝撃なんですけどこれをね、だからそのクリプトアートと、例えばこれを聞いてる皆さんはね多分全然聞いたことない方もいると思うんですけど、うん、どういうものとして捉えたらいいんですかね。そうですね、まずちょっと補足として、はい、私たちが NFT とか急に出しちゃったんで、はい、その NFT の説明をちょっとだけした方がいいと思うんですけど、そうですね、はい、まさに、クリプトアートなどにも使われているブロックチェーンを活用したデジタルなのに唯一無二を証明できるトークンだと思ってもらえればいいと思います。うん、
はい、なのでその NFT、 私が例えばそのアート、クリプトアートの所有者だったら、うん、その証明書、私のものだっていうのが証明できるんですよね、うん、だからいくらその何でしょう、コピーしても、うん、私の持っているものが本物っていうのがデジタルでも証明できるようになったので、うん、ここがイノベーティブなところですね。アナログの世界だと鑑定書みたいなのがあったと思うんですけど、それがデジタルでも同じ仕組みが、まあ、できたっていうことで合ってますか？大丈夫ですね。大体大体あの、まあ、イーサリアムっていうブロックチェーンの技術を使って、はいはい、これが本物だっていうことの、まあ、鑑定書、この NFT 自体は鑑定書でもあるので、うん、はい、この NFT を持ってるっていうことは全世界のイーサリアムのネットワークが保証してるっていう感じですね、うん、これはあれですよね、まあ、ブロックチェーン使った技術全般、まあ、そうだと思うんですけど、例えばお金だったら、まあ、銀行だったりとか、でアートだったらそういうオークションハウスとかギャラリーみたいなところが証明するっていうのとは全然違うシステムですよね。そうですね、うん、あのよくブロックチェーン業界では、はい、あのトラストレスっていうんですけど、うん、あの要は相手を信用しなくても、うん、例えば売買する相手を信用しなくても、はい、売買する相手の持ってるブロックチェーン上のデータを信用できれば売買ができるっていう、うん、そういったあの人ではなくて数学的な記号を信用しているメカニズムですね、うん、これは。なるほど。そうなんです。またなんかチャンスがあったら、うん、今日は時間が限られているのであれなんですけど、はい、そのビットコインとか、うん、もうそもそもそのブロックチェーンのコンセプトが今あの綾戸さんが言ったようなところがもう核になる、うん、コンセプトなので、うん、まあ、それをこのアート領域にも活用していると思ってもらえればいいと思います、うん、でも活用され始めて、うん、まだ 2,3 年っていう感じですか、アート領域でいうと。そうですね、オープンシー自体に一応 NFT アート的な要素出てきたのはもうあの 2,3 年ぐらい前からちょこちょこあったんですけれども、はいはい、うん、まあ、2020年にも爆発的に伸びたんですよね、うん、だからあの統計とかも見ると、はい、あのこのクリプトアートの売り上げのほとんどがもう2020年にできたものなので、うん、もう急速に爆速に普及しているという形です、うん、まあ、コロナの影響もね、あの、あったと思うんですよ。やっぱりそのブラウさんっていうね、クリプトアート業界でとても活躍されてる DJ の方いらっしゃいますけれども、うん、はい、まあ、彼も言ってたのがやっぱ DJ の活動をやっぱイベントとか全くできなくなった時に、うん、新しい、まあ、方法として、表現の方法としてこのクリプトアートに入ってきたっていうお話もしてらっしゃったので、うん、まあ、そういった後押しといいますか、きっかけが2020年は、はい、あったのかなとも思いますね。まあ、特にブラウさんとかの場合は自分がそうやって先陣を切って、うん、あのミュージシャンがクリプトアートに入っていくことで、他の DJ だったりとか、やっぱりイベントがなくて困ってる人たちに、うん、まあ、なんかいい事例を作りたいっていうのをよく言ってますね、うんうん、そのグラフィックデザイナーとかそういう人じゃなくて DJ の人が参入するっていうのはどういうことなんですかね。ブラウさんの場合はもともと結構メディアアーティスト系の方と一緒にコラボしてユニットを作っていたので、うんうん、はい、まあ、本人名義ではなくそのユニットクリエイティブユニット名義での作品も多いですね、うんうん、でまた本人名義の場合は例えばその、はい、NFT 持ってる人だけが何らかの物理的なアートワークをダウンロード、はい、うん、プリントする権利みたいなものもちょっと考えてはいたみたいですね、うんうん、なるほど。あとなんかバックステージに入れる権利みたいな、彼のステージのバックステージですね。そうですね、あの、うん、彼はよくあのウルトラミュージックフェスティバルとかいったそういった大きなフェスも出ているので、はいはい、大体そういったところのバックステージはやはり結構憧れの的になっているので、そういったところに入れる権利もこう考えているっていう感じですね、はい、なるほど。その画像そのものだけを売買するっていうよりはその周辺の権利とか、例えばそれをプリント指定にするとか、まあ、その人が何かやるときにまあ、特等席で見える権利みたいなのもセットで売られることがあるって感じですかね。そうですね、なので逆に音楽業界の人の方が割とあの価値の根拠が分かりやすい場合が多いですね、うん、なるほど。一方でもともとメディアアートとかグラフィックアーティストの作られる NFT の場合、うんうん、そういったいわゆる物理世界との根拠付けが一切ない状態でも高値がついてる方もいたりするので、はい、うん、そういった場合はもうこれが今後どうなっていくのかは本当に多分作ってる人も買ってる人も誰もわからない状況ですね。いやね、だからアーティスト側、まあ、これ聞いてる中にはね、まあ、作る側の人も結構いると思うんですけど、これ参加しようと思ったらそのクリプトアートの作品を作って販売したいとか作ってみたいって人はどうしたらいいんですかね。
そうですね、一応今いくつか選択肢があるんですけれども、プラットフォームもですね、うん、結構いろいろ種類が出てきてまして、はい、例えばスーパーレア、はい、あとはニフティーゲートウェイなどがあるんですけれども、うん、はい、そういったプラットフォームで、まあ、こういったところって結構キュレーターさんがいて審査が必要なんですけれども、うん、はい、そこに申請したら取ったら出すこともできますし、うん、まあ、中にはそういう審査がない、例えばラリブルっていうプラットフォームがあるんですが、うんうん、はい、そういったところで作品を出してみたりとか、うん、いろいろ選択肢はあるんですね、うん、なのでそういったところをちょっと見てみてですね、うん、ぜひ日本からも面白いアーティストさんが参加してくれるととても楽しいと思うので、結構世界的にはね、はい、とても面白いアーティストさんがもう参入しているので、日本からも出るのをとても楽しみにしています、はい、まあ、残念ながら今のところそういったプラットフォームすべて英語なので、うん、日本語版のそういったプラットフォームはまだあんまりないですね。あってもほとんどブロックチェーンゲーム用だったりするので、うん、いわゆるそういったクリプトアート用にアーティストが誰でも、うん、いわゆるそのブロックチェーンの知識がなくても簡単に NFT 発行できるプラットフォームっていうのは、はい、まあ、今はほとんど英語ですね、うん、確かに今紹介したやつも確かに全部英語がメインですね、うんうんうん、まあ、ただまあそんなに難しいことは話して書いてないので、はい、まあ、Google 翻訳とか見ながらでも多分できるかなっていう感じですね、うん、まあね、でもこれからどうなんでしょう、こういうプラットフォーム日本でも流行ったらね、まあ、日本語版とかそういうのもまあ、ね、出てくるのかなとは思うんですけど、うん、今後どうなっていくと思いますか、クリプトアート。そうですね、クリプトアートはおそらく、うん、今はやっぱりアートって言われてるんですけど、はい、アートに限らず新しくやっぱりクリプトコミュニティ的な感じで、うん、今までの現代アート業界だったり音楽業界とは違うエコシステムを作っていくんじゃないかなと思っていますね、うん、で特にこれよく NFT で言われるんですけど、はい、クリエイターとファンとの新しい形を作れるので、うんうん、まあ、例えばその NFT アートを買った人っていうのは、うん、そのブロックチェーン上にこの人は買ったっていう履歴が残ったりとかして、うん、まあ、その NFT 持ってる人にまた別の NFT を送りつけたりとか、うんうん、メッセージを送ったりとかもできるので、うん、まあ、そういった持ってる人向けのサービスだったりとか、昔から持ってる人はそのやってみればうん、ファンの証明にもなるので、なるほど、例えば今 NFT を発行してそれが10年後とかになっても、はい、その人が NFT を10年前に買ったっていう履歴自体はずっと残っているので、うん、まあ、そういった時間を活用した新しいファンとクリエイターの関わり方みたいなものがどんどん増えていくと思いますね。新しいファンクラブの形態だったりとか、アイドルとそういうファンのなんか新しい、うん、今までだったら握手みたいなのとかが結構発明としてはあったと思うんですけど、うん、まあ、それ以外になんか出てきたりするんですかね。どうなんですか。そうですね、おそらくサロンの会員権みたいな使い方も増えてくると思いますね。なるほど。あとやっぱりそのブロックチェーンのいいところって、うん、この NFT をこの個人名は分からなくても、うん、この人はこの NFT 持ってるっていうのは分かるので、うん、その NFT 持ってる人向けのサービスっていうのを、うん、発行した人と全然違う関係ない会社がそういうサービスを作れるんですよ、うん、でそれがやっぱりブロックチェーンの面白いところで、うん、そうすると作った本人も想定していなかったような新しいマネタイズの仕組みだったりとかを勝手に誰かが作って、うん、でそこに今まで作ってた NFT が使いになってくるっていう可能性もありますね。いろんなエコシステムが発明されていく可能性があるってことですね、うん、これ。そうですね、あとはなんか先ほど紹介したそのいろんなマーケットプレイスとはまた別の話になる、まあ、そのブロックチェーンの根本的な話になるんですけれども、うん、イーサリアムにはそういうスマートコントラクトといって、うん、最初にその契約みたいなコードを入れておくことができるんですね、うんうん、だから例えば、まあ、将来、まあ、こういうサービスが出たらいいなと思うのが、うん、A さんから B さんにこう何か商品、うん、アートがこう権利が譲渡されてもそのスマートコントラクトの、うん、その方式にのっとってちゃんと作り手にちゃんとなんて言うんですか、還元されるような仕組みっていうのもコードに書き込むことができると思うんですよね、うん、なので今までその転売とかされてもその本当に作り手、うんうん、になんかその還元されない場合が多かったんですが、そういったところもちゃんとそのブロックチェーンの技術を使って還元されたりとか、本当の意味で大好きなアーティストを応援できたりとか、うん、そういった仕組みも今後増えていくと思うので、うん、ぜひそういうところに活用するようなサービスが出てきたら楽しいなと思いますね、うん、いやそれはね、アーティスト側からすると本当にいいことばっかりに聞こえてしまうので、ね、僕もねちょっと
どういう形で参入していくのかわからないですけど、うん、まあ、ぜひチャレンジしてみたいなと思っておりますので、はい、何卒よろしくお願いします。すごく楽しみにしてます、はい、ありがとうございます。はい、それなんか言い残したこととかもしまだあれば。本筋とあんま関係ないんですけど。あ、全然大丈夫ですよ。なんかあれば個人的に興味があるのが、はい、最近やっぱオンライン上で知り合った人とコラボして何か作るっての増えてきてると思うんですよね、うん、はい、たまたまツイッター上で知り合った人と何か趣味があったからちょっと一緒に作ってみようみたいな、うん、ありますね。でそういったよく分かんない人同士が集まって作った時に、うん、で相手のハンドルでも変わっちゃったりするとよく分かんなくなるんですけど、うんうん、そういった時には NFT でこの案件一緒にやったよねとか、この作品一緒に作ったよねみたいな記念トークンを送っておくと、うん、あの作家の新しいポートフォリオの形になるんじゃないかなと思ってるんですよ。なるほど、なるほど。で結構音楽業界とかも上の方の人は目立つんですけど、うん、なんかあの下請けの方の人たちとかって、うんうん、関わったって言っても本当に関わってるのかクレジットに載ってなかったりすると分かんなかったりするので。ああ、でもそういうの解決されるといいですね。なんか音楽とかもね、最近例えば1曲のプロデューサーが15人みたいな曲とかもね、うん、増えてきてたりとかね。で旗から見ると、うん、ちょうどやっぱ去年 の, そのコロナの助成金の時に、持続化給付金の時に、うん、はい、あなたがアーティストになる証明をしてくださいみたいな書類があったんですけど、うんうん、結構みんなそれで苦労していて、なるほど。しかもそのアーティストの文化庁を出してるアーティスト定義がすごいなんかこう、これで判断するのみたいなのが結構多かったので、うん、そうですね。そういう意味ではもう誰もが認めざるを得ない証明書になるってことですもんね。そうですね。とね、なんかそういう風になるとやっぱりすごいアートの世界も、まあ、僕がいるアートの世界はちょっと、まあ、違うかもしれないですけど、まあ、どうしても権威主義っていうところがすごいあるので、まあ、なんかそういうのが嫌な人とか、そういう世界に、ね、入っていくのがちょっと苦手な人とかは、なんかブロックチェーンで解決できることがあるような気もしますね、うんうん、はい、ありがとうございます。ちょっとね、今日話した話は今もしかしたらよく分かんなかったなって人もいるかもしれないですけど、来年になったら、あのこと言ってたんだっていう、そんな感じで振り返る日が来るんじゃないかなと思います。はい、今日は藤本麻衣さんと綾戸優さん、お越しいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。You're listening to J-Wave Innovation World Era Podcast.